今日の解説はどうしますか、咲夜さん。そうね、久々にガンダムの解説が聞きたいわね。わかりました。というわけで今回解説するモビルスーツはこれです。ガンダムエイジ1タイタス。ガンダムエイジ1が格闘戦に特化したウェアタイタスウェアに換装した形態です。エイジシステムがバクトとの戦闘データから、エイジ1のドッツライフルをも弾く強力な電磁装甲に対して物理的に叩き壊すことを回答として生み出されたウェアです。各ウェアにはジェネレーターを内蔵しており、パワーに秀でているバクトを上回る強力なパワーや重量、重装甲を生かした肉弾戦を得意としています。そのため、接近戦時の安定性が高いです。蛍光式の武装は一切なく、都市空間と G ウェアの各部に内蔵されたビームフィールド発生装置を駆使して戦います。装甲もかなり分厚く、防御力にも優れています。装備された高機動スラスターによって瞬発力も非常に高いが重量が重いため、機動性は低く小回りが効かないという短所があり、ゼダスのような高機動型のモビルスーツとの相性は最悪で遠距離攻撃が可能な柿がないこともあり、文字通り手も足も出せなくなるという欠点を持ちます。これまたごついわね。小説版では、市街地等で戦闘を行った際に発生する周囲への被害についても考慮した上で開発されています。装甲は単なる重装甲ではなく質量そのものを防御力に転ずる質量装甲である説明があり、武装も重力場とドッツ効果で圧縮することで対象の分子構造を崩壊させるというものです。相変わらずエグいわね。主な活躍。初出作品。パイロットはフリットアスの。第7話のラストで初登場し、コロニーファーデーンにおける戦闘で実戦投入され、ノーマルウェアではパワーや電磁装甲で叶わなかったバクトを圧倒的な戦闘力で撃破しています。しかし、真っ当なファクトリーシップでゼダスと交戦した際には相手の高い機動性に翻弄され、持ち前の防御力の高さから特に損傷はしなかったものの実質的に敗北します。宇宙ではさすがに無理があったわね。その後の宇宙要塞アンバットでの戦闘では損傷したスパローから完走し、磁気先行システムのリミッターを解除してアンバットに特攻を行います。そのパワーでゲートを強引にこじ開けてディーバの突破口を開きますが、右腕と左足が負荷で破損してしまいました。装備機能。磁気先行システム。G ウェアに搭載されているシステム。リング状のビームを形成します。最大出力で使うと機体への負荷が大きいため、普段はリミッターがかけられています。質量装甲。エネルギーを物理的な質量に変えて防御力を瞬時に向上させる装甲。小説版での設定です。格闘。強靭な装甲と機体のパワーで相手に都市空間での格闘攻撃を行います。最終決戦時には駆動系のパワーリミッターを解除し、質量が本気の数10倍はあるシャッターを無理やりこじ開けていました。ビームラリアット。前腕部からリング状のビームを発生させ、ラリアットを叩き込んで対象を溶断します。攻撃する際には前腕部に装備されたビームフィールド発生装置を展開します。ビームショルダータックル。両肩を展開し、ビームスパイクを4本出力して体当たりを行います。ビームニーキック。両は膝蹴り。攻撃時に3本のビームスパイクが出力されます。突撃。磁気先行システムのリミッターを外して各部からビームを発生させることで自らをビームの塊と化し、突撃を敢行します。アンバットでの攻防戦で使用されました。関連機体。ガンダムエイジ1のオマル。素体。アデルタイタス。タイタスウェアを装備したアデル。立体物だと HG、MG が手に入りやすいです。射撃武装がないのがネックかしらね。続いて解説するモビルスーツはこれです。ガンダムエイジ1スパロー。ガンダムエイジ1が高速戦闘に特化した G ウェアスパローウェアに換装した形態。エイジシステムがゼダスの機動性に対応すべく生み出した姿で、高機動力を生かした格闘戦に特化しています。用意された G ウェアは徹底的な軽量化が行われており、さらに高速推進用スラスターと制御用バーニアを内蔵させています。これによって機動力と運動性をこれまでに作られたどのモビルスーツをも凌駕するレベルにまで高めることに成功していて、UE の X ラウンダー専用機すらその例外ではないです。また、隠密機という側面を持つため、激しい電磁波を放つビーム兵器や部品、飛行等を採用しないことで敵機から探知されにくくなっています。なんか忍者みたいね。装甲も忍び装束みたいだし。軽量化と多数のスラスターで高い機動力を持つ反面、防御力が低下しているため、非常に打たれ弱いです。小説版では、姿勢制御システムスパローを搭載して高い機動性を実現しているという設定です。主な活躍、初出作品、パイロットはフリットアスの、初登場回である第10話の初戦闘で多数の学ランを撃破し、デシルガレットのゼダスも敗退させました。宇宙要塞アンバットでデシルのゼダスに加えてリリング・シェルが乗せられたファルシアとも戦うことになり苦戦。サワンと右足を破壊され、とどめを刺されそうになります。しかし、そこをリリンがかばって撃破されたことでフリットは激怒し、目にも止まらぬ凄まじい高速移動でゼダスを切り刻んで大破させました。その後は損傷が激しいため、タイタスウェアに換装されました。リリン、どうして?装備機能。スパロー。本機に搭載された姿勢制御システム。全身にエネルギーフィールドを形成し、それによって赤力を発生させて機動力を向上させます。これを使うことで大気圏内でも音速を超えるスピードを出せるようになり、宇宙空間における超加速と超減速も可能となりました。小説版での設定。シグルブレード。実体式の高周波ブレードで、不使用時は腰部にマウントされます。
高速での格闘戦を主とする本気のため、取り回しの良さを優先して装備されました。頭身部は比重が大きなレアメタル合金を母体として使っており、それに密度の高いプラズマと硬化金属を打ち付けるという特殊表面硬化処理が施された高周波弾頭です。抜群の切れ味を誇り、腕部に内蔵されたバーニャを併用すればビームサーベル以上にもなると言いますが、かなり摩耗しやすく、何度か使用したら硬化処理を再度施す必要があります。このため、短時間しか運用できないという欠点を持っています。また、頭身が短いせいでかなり軽そうに見えますが、実際は相当重いため、効果的に使うには、本気の高機動性を活かしてこの武器を振るう必要があります。そのためには腕の力だけで振るうのではなく、本気の重量と全体的な機動力を活かした動きをしながら敵機を攻撃しなければなりません。小説版では短分子ソードであり、高速振動させることで対象の抵抗を打ち消しつつ切断できます。主に装甲と装甲の間や関節に対して使うものとされています。長いから簡単に言って要するにですね、切れ味はすごくいいけど重いし、すぐ摩擦する素材でできた剣です。なるほど。ニードルガン。両膝に1門ずつ内蔵されていて、大型のニードルを発射します。威力は小さいため、相手への不意打ちや牽制を目的とした装備ですが、撃中では対象に膝を押し付けてゼロ距離で使うなどもされていましたが威力が小さいため、撃破には至らないが動きを止めることは可能です。小説版ではフィールド発生装置が内蔵されていて、そこから生み出される反発力を利用してニードルを発射します。ニードルは特殊金属製で、直径は数十センチ。発射速度は秒速 30km に達するという。関連機体。ガンダムエイジワンレーザー。スパローウェアの発展型であるレーザーウェアに換装した形態。G バウンサー。本気をベースとなっている。立体物だと HG、MG が手に入りやすいです。以上で解説を終わりますが、どうでしたか、咲夜さん。どちらの機体もかっこよかったわ。今回はこれで終わりですが、もし面白いと思ったらチャンネル登録や高評価、ベルマークの通知もしていただけると嬉しいです。あとコメントとかで解説の感想、こんな機体を解説してほしいとかあったら教えてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。